中学受験生の皆さん、こんにちは。今回は中学国語に中学入試の国語に出題される詩の内容理解について考えてみたいと思います。詩というのは物語文と違い、短い文章の中で作者の感動が表現されているものと考えてください。短い文章なので、その物語のように細かくその気持ちを説明することはできません。短い言葉の中でいかに相手にその感動を伝えるかということで、さまざまな表現技法が使われています。この表現技法に注目して、作者の感動がどこにあるのかなっていうことをしっかり捉えてください。技法が使われているということは、やっぱりそこをやっぱり作者は訴えたいんです。その部分をしっかり見抜くということが大事ですね。一番よく使われているのは、統治法。文章の順番を逆にすることによって、新たな感動を与えます。例えばね、ご飯を食べた。ではなくて、食べたご飯を。余韻が残るような感じになるよね。このような統治法。そしてみんなが一番よく知ってるのはこれだよね。比喩。例えです。例えた部分がやっぱり何に、どの部分を何に例えてるのかなっていうことをしっかり捉えることが大事です。これも直喩と暗喩がありますよね。例えば、普通の直喩というのは、リンゴのようなほっぺ。ようなっていう部分が直喩。リンゴのほっぺ、これが隠喩になります。この2つ、比喩がどこで使われているのか。そしてもうすぐ例えとしては擬人法。人でないものを人で例える。そこでやっぱりその新たな感動が生まれるわけです。怒った夜間、泣き出しそうな空。こんな表現があります。このような、まあ他にもいろいろありますが、代表的な表現技法をしっかり覚え、そこに作者の感動がしっかりと秘められてるんだよ、っていうことを確認してください。で、どの表現技法が当たりますか、なんて選択肢問題も出てきます。内容理解の一番は、まずこの表現技法をしっかりと覚えること。そしてその1連、2連、連ごとの内容をしっかり捉え、どこが作者の感動の中心になっているのかな、っていうことをしっかりと押さえてください。大丈夫かな。それでは皆さん、頑張っていきましょう。